ジックマスクラでーす。ジョージです。ブータスです。今回の動画なんですけど、我々ミュージックマスクラに提供来ましたぞ。お、イエーイ。ちょっとね、商品出しましょうか。お、入れよう。じゃーん。レカトさんの、ワイヤレスギターシステムでございまーす。イエーイ。我々ね、実は激安ワイヤレスと、うん、まあ、そこそこ、いいとされてるワイヤレス、まあ、10倍ぐらい値段違うやつ、の比較動画出してるので、うん、よかったらね、そちらもご覧になっていただければなと思うんですけど、ワイヤレスの案件来ましたよ、うん。すごいね。で、これは最新システムなんですけど、価格的には安い価格帯に入るのかなと。人、はね、ちょっとね、いろんなところで値段がまちまちなんですけど、うん、まあ、オフィシャルストアで9000円ぐらい。なんで、まあ、割と、安めにはなるのかなと、1万切ってくると。うん、で手が出しやすいよねっていう。ワイヤレスもやっぱり高いやつになると5、6万とかしてきちゃったり、うね、うん、もうプロ用仕様とかになってくると10万超えたりとかしてきちゃう中で、こんだけね、1万以下で買えるやつっていうのは結構最近流行ってきてるんですけど、うんうん、さてどうかなと。ちょっと交渉スペックだと、48kHz、24bit、ハイレゾですね。うん、ハイレゾかつ、遅延が6ミリセカンズ以下。超早い。交渉スペックでは。ほぼ感じね。ね、5.8GHz 帯かなと。2.4GHz 帯と 5.8GHz 帯のワイヤレスシステムがあるんですけど、2.4GHz 帯がまあ一般的ではあるんですけど、うん、Wi-Fi と同じ周波数帯なんで、僕もね、たまにスタジオだったり、まあ、ライブで使ったりはしてたんだけど、会場によってはコンセントします。うん、で、5.8GHz 帯は Wi-Fi とは違うので、干渉に強いって言われてる電波帯なんですよ。ただ、チャンネルが少ないっていうのがちょっとデメリットで、うんうん、こいつは最大同時4チャンネルまでいけます。うん、まあ、4台までいけるのかなって感じですね。ただ、そんな、混戦しづらいっていうのがすごく利点高いかなと。まあ、縦大きい。あれ違う、5時間。マックス。うん、演奏できると。5時間もあれば 2ステージぐらいいけるし、リハーサルもね、1回でいけますよ。かなり長時間持つと。早速オープンしてみましょう。ミュージックマスクラ。はい、じゃあちょっとね、開封していこうかなと思います。うん、まあ、こんな感じのパッケージで、じゃじゃーんと、いい開封して、最初に、説明書がついてます。まあ、いろんな、ね、各国の言語で、ついてる。まあもうこれ刺して終わりだからそんなにね、説明書いらないんだけどね。じゃじゃーん。はい、こんな感じ。これ、このタイプですね。こうやって、なんて言ったらいいの？こう、くるくるっと移動できるっていう。すごいね。いろんな角度ができるね。うんうん、いろんな楽器に、だから適してるっていうタイプです。結構角度固定タイプとかもあって。ああ。そう、もう、させない楽器とかもあるんだよね、物理的に。あるある。でもこれは、できます。いろんな楽器に対応して、長いし。うん。ストラトもいけたし、中舟式って中に入れるやつもいけたんです、うんうん、結構。この形状いいね。そう。で、後ろにこのゴム、足がついてるんで、こうやって、余分な分をカチャンって、まとめることができるっていう。うんで、これがレシーバー、受け口。で、こっちがトランスミッター。送信機ですね。うん、これ。で、もう、これ、オンしたら、もう勝手に繋がります。うん、プラグ&プレイ。で、終わり、うん。はい。で、まあ、あと充電器があるだけ。シンプル構成ですね。二股の充電器で、こう、同時に充電できるっていう。USB なんだね。うん。もう、それだけだね。めっちゃ軽い。本当に軽い。っていう感じです。うん、はい、そしたら実際に、ちょっと弾いて試していきたいんですけど、まずは有線ね、この普通のいつも使ってるシールド、うん、でちょっと比較してみようかなと思います。サウンドこんな感じ。ギターでは、はい。じゃあちょっと、ベースもね、繋いでみようかなと思います。じゃあ今度、ベースで、弾いてみようかなと思います。うん、同じシールで、有線で。うい。はい。こんな感じだね。うん。じゃあ、今度は、ワイヤレスに、つなぎ直してやってみたいと思います。うん、それじゃあ、レカトさんのこのワイヤレス起動していきたいと思います。オン、オン。これ
これでもう緑のグリーンランプがついたんですけど、うん、もうこれでもうペアリングできてると。早っ。早い。はい、そしたら差し終わりました。こんな感じ。ここで、こうやって固定できるんですよ。うん。うん、収納がだから綺麗にする。うん。いう感じです。で、弾いてみます。はい、サウンドはこんな感じですね。全く遅延感じない、この距離だと。うんうん。ちょっと、出てみようか、僕。出てみる。はい、こんな感じで、じゃあ僕ちょっと、このカメラで暴れ回ってみようかな。部屋が、部屋が。こんな感じで暴れ回っていました。ねえ、音切れしてた？いや、してない。いや、すごいね。うん、全然してなかった。ので、今度はベースに変えたいと思います。はい、ベースにちょっと、うん、変えてみました。一応。どっちもね、交渉スペックではベース、ギター、どっちも使えるってことなんで。うん、見えるかな？リングオール、この、ちょっとなんだろう。凹んでるタイプだけど、全然刺さるね。刺さんとね。うん。はい、じゃあちょっとベース弾いてもらいましょう。はい。どうでしょう。遅延はないね。遅延ない。うん。ほんとすごいね。なくはないのかもしれないけど、でも感じない、俺は。サウンド的にはどうだろうね。ちょっとヘッドホンで聞いてみようか。ベースはね、ちょっと遅延とか、ローの出方、命ってことで、今ちょっとヘッドホンで、やってもらってます。あ、ヘッドホンだと若干感じるかな、遅延。なるほどね。若干ね。でも、プレイに影響はないレベルだと。サウンド的にはどう？サウンドはね、うん、別にそんなに極端に痩せるとかはないから、っていうか別に聞こえればいいし。すごいね。レコーディングは無理かな。まあでもじゃあ普通に練習とかで使ってる部位は、うん、練習でもあと本番でも別に環境だったらね、これもちょっとまたスタジオとかでね、うん、使えたら使って動画出してみようかなとは思うんですけど、うん、やっぱ最新技術使われてるだけあって、うん、これが1万以下で手に入るってのはすごいかもしれない。いや全然練習だったらもうスタジオじゃねえシールドいらない。そう、まあ冒頭で話した通り、うん、うちらがね最初に自腹でね数千円で買ったね、安い方のワイヤレスは、ちょっと正直ちょっと使い物にはあんまりならなかったんですけど、そう。でもやっぱり、もう何万も出すって時代結構ね、うん、選択肢が増えてきてると思います。うん、もう本当にワイヤレス気になってるって人は、使ってみてください。マジでこの取り回しが、いやもうね、もうね、解放されるこのストレスフリー、最高ですよ。シールド、あ、踏んじゃったとかないんで。そう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 。そう。どこ行っても音出せるしっていう。で、やっぱ音質とかがね、今まで痩せるから使わなかったって人もいるんだけど、うん、ほぼほぼ気にならないレベルまで来てると思います。うん、結構使える。実際ね、バコンでこれも音出して試してみたいなと思うんですけど、これがね、このワイヤレスの基本スペックとなります。うん、というわけで、レカトさんの、ワイヤレスギターシステム、まあ、ワイヤレスギターベースシステムのご紹介でございました。これも概要欄にちょっと、リンク貼っておきますので、気になった方はぜひ、安価帯で買える選択肢としてかなりいいんじゃないかってことで、ぜひ気になった方は見てみてください。はい、この動画が面白いなと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。